あ、そうそうそう。あ、手袋ついてる。あ、手袋あったよ。あ、すみません、ありがとうございます。痺れの患者さんですね。結構痺れって難しいんです、治療するのに。痛みの方が意外と簡単だったりします。で、痺れの場合は、アーシングすると取れる人もいます。で、アーシングってこれですね、静電気が起きないようにする手袋だそうなの。精密機械を触るときにこうやると、静電気がバシッと起こると、それでもう IC 回路ファンなんですね。で、これでこう逃がしておいてやるっていうんですよ。これ電気が通る。で、これにこのアースをピュッとやると、痺れがこう取れてくるという人が、あ、そういえば、でしたね。どんなです？まあ、全部は取れなくてもいいんですよ。こんなもんで取れるんですから。何割、最初から言うと何割ぐらい良くなった？上等ですよね。7割8割取れれば。今もずっとアーシングして寝たり足したりして。ああ、そうですか。ものすごいいいですか。ええー、大体みんなにも本当にいいんですよね。で、アーシングとしびれっていうのは非常にいいみたいですね。体に溜まったやっぱ電気かなんかがそのしびれ弱いところに自分の弱いところにしびれとして出してる、そういう人もいるんです。で、その場合は。手だったら手袋をしてこうやってやるとアースができますので、でそれで、しばらくもうこれね、そんなにその何時間したからどうのこうのそんな話じゃないんです。確かね、もうしてなんか10秒か20秒であいいですよみたいな話ですよね。そのくらい違うんですよ。本当かなみたいな話なんですけど、僕もね、彼で3人目ぐらいの患者さんだったんです。やってみてですね、ああよかったっていうことですね。で、絶対やってはいけないのがこれ、アーシングっていうのは痺れが取れるんですよ。ですからあなたの痺れにもいいかもしれないから、この手袋をしてこれちょっとくっつけてアースしたらきっといいですよ。これ先に言ったらダメです。これを言ったらですね、もう洗脳してるようなことになりますから、絶対これは言いません。で、こう治療の上からこうしてるでしょ。あ、ちょっと手袋してみてください。手袋させる。で、何ですか。いや、まあまあまあ、これね、手袋なんです。で、こっち。で、こうこれこう持ってきて、ちょっとつけて、こっちまたこうか。で、こうカチャカチャってやりながらパッとこう振り向いて、しびれどうですって言ったら、え、しびれ？お、なんか違うような気がする。ってなったら本物。絶対。言ったらダメですよ。皆さんやってみたくても、アーシングはこんなにいいんだからっていうのを言ってからやったら分かりませんからね。プラシブ、なんかこう騙してるようなことで良くなってるのかもしれませんから、まあ騙されて良くなるんだったらそれでもいいんですよ。ずっと騙してればいいんですから。それもあれですよね。アーシングで絶対良くなるからやってごらんよって、うん、なんか良くなったような気がするって、それでもいいんですよ実際は。でも本当にアーシングで良くなるかどうかっていうのを試すにはですね、もう全く僕アーシング興味ないんですぐらいの顔をしてこっち向いてポイッてこうやらせる。私の場合はほとんどそれです。だから横目でこうチラッチラッと見ながらですね、こうなんかこうしてこうで自分でこう手こうやってますよ。でなんかあいいなとか言ったら間違いない。でこの手袋が左右で1000円ぐらいですかね。で靴下もあります。前靴下なかったから手袋履いてもらってたんですよ。で僕がそれ言ったらリラクなんとかってこのアーシンググッズ売ってる人がですね、古川さんって言うんですけど、古川さんが「あ先生僕は靴下じゃあ探しますから」って見つけてくれたんです。で今インターネットでリラクリフエレかなで探したら手袋も靴下も売ってますので、無理やり靴下履かなくてもよくなりました。まあしびれはしびれ以外もですね、なんかもう妙ななんか変な具合体調悪いなとかいう場合はそのアーシングっていうのをですね、一つ選択肢の中に入れといてみてください。うちはその治療室にですねアーシングマット置いてあるんです。でいろいろ治療してなんかおかしいなと思ったらですね、それポンとこうポンと足元置いてちょっとこれに足乗せてみてください、足乗せさせるんですよ。
で雑談してるんです、なんてことない雑談で、雑談してると患者さんはそれに足乗せてるっていうのも忘れますので、で忘れた頃にあのどんなですかって聞くんですね、何がっていう話になりますけど、でよかったら実はそれアーシングって言って、この線が外の土に刺さってるんですという話をするんですね。ああそうです、あれね、あのこれ全部に敷いてたらあの勝松さんに不評なんで、掃除ができないってもうカラ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 って巻きついてる、掃除ができない、もうしょうがない、いやそういうふうには言わないんですよ、もう院長こんなもん置いてもうねもう迷惑するんだから掃除ができなくてって絶対うちのスタッフは言いません、あまたなんか始まったね、そのぐらいしか思います、言います。でもねもう見てて、あ掃除しにくそうだなと思ってもうちょっととりあえず外したんです。まああのこれコード20メーター買ってきたって1000円か2000円ぐらいのもんですから、ご自宅だったらもうまあ年たって5000円ぐらいのもんで終わります。でアーシングがいいなと思ったらアーシングシーツっていうのがあります。アーシングシーツにこれクリップして夜寝てるっていうのが一番効率がいい、だから寝てる間8時間ぐらいアーシングしますから、だからどうもアーシングでいいなと思うのはもうそれが一番簡単です。でも手がしびれてるって言ったらやっぱ手は手でやった。電磁波とか私全然電気のこと分かんないですけど、うん、電磁波の影響とかもそういうもんですよ。静電気かとか電磁波とかね、そういうのをこれで、そうそう、アーシングあのシーツがありますから、シーツが一番いいんですよ。だって全身向けてしまう。でこれ例えばですよ、8時間手袋しててください、これくっつけたまんま難しいですよねでシーツだったらこうダーッと寝てればいい。あります、あの大塚さんに言ってください。そんなにねむちゃくちゃ高くないんですよ、3万円も5万円もするわけじゃないんですよ。それまず引っ越しですね。あ、そうですか。そらすよ。あの電磁波測定器っていうのがあるんですよ。あのこのぐらいのね、あのあれだったら貸してあげますから。その電磁波測定器であの測るんですよ。よくねマンションなんかの横に電柱が立ってて、そこにあのトランスというか変圧器があると。横にすぐ部屋がある。ものすごい電磁波と。よくこんなとこ住んでるなと。いうぐらいのことありますよ。僕結構調べたんですよ。あちこち出張で行くでしょ。でそれポケット入りますから、で出してですねこう登っていくんですよ。でドン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 見えて上がっていく。電波との根っこの家の人なんかちょっと大変でしょ。根っこは大丈夫。ダメ。横もダメ。はい。いいのはスズメぐらいです。スズメ。あなたがスズメならでしょ。最近今朝ドラで2連のスズメってありますけど、あれなら大丈夫。でも人間はどれもダメです。そう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 。もしそういうとこ引っ越しされたんだったら、最低でもそういうので、100メートル離れても大丈夫です。で、うちの前の道ご存知です？うちの前の道ってどうなの？よそと違うでしょ？そう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 。電柱がないんですよ。うん。安全だと思うじゃないですか。でその電磁波測定器持って地面測ったら電磁波出てるんですよ、地面からね。まあ最低でもそう気になるなとかね。それから電磁波の過敏症の人いらっしゃるんですよ。電気製品置いてるとなんか体調悪いな、分からないんですよね。で静電気ってもう電気ですから、でそういうのに弱い人っていうのはそういう静電気でも弱いんです。だからパチパチするのが嫌い、だから綿しか着ないとか、ね、絹しか着ないっていう人いるでしょ。ああいうのはダメなんです。それとか私もそうなんですけど、シャツとかパンツを裏返しに着る人いるんですよ。あれはあのナイロンのところから静電気起こる、あれが嫌なんですこの間シャツ裏返しに着てたらあのものすごく嫌がられましたけど、でも本人はあれじゃないと気持ち悪いんですね。でそういう人はですね、私たちが体をこう動かすでしょ、これでももう電磁波あの静電気起こってるんですよ。もっと言うとですね、血管の中に赤血球が通るじゃないですか、擦れるでしょ、これでも静電気が起こるそうなんですよ。だそれが溜まっただけで体調不良になるんですね。
でも昔の人は毎日裸足で地面にくっついても全部抜けてたんですよ。そんなもんが体の中で起こっても。だから僕皆さんの前にいる時は靴履いて靴裸足にならないようにしてますけど、もう帰ったらもうすぐ裸足です。でこれの先にですね、アーシングマットっていうマットがあるんですよ、はい、私のパソコンの前はそれが敷いてあります。そのマットにこれピッてやってですね、それに足乗せとくんです。それだけで地面に立ってるのと同じ効果がある。キョイと、そういうこと。どっか大塚さんここまで説明した。アーシングマット持ってきてくれるからすいません。そうそうそう、そういうことですよ。そう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 、そう、抜けにくい人ですよ。それ日頃抜いてない人ですよ。そう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 、単純にそう。その帯電によって体調悪くなってるんです。だからいろいろ人間の体って電気信号で動いてるでしょ。脳なんか全部電気信号でしょ。心臓のドクドクするんでて、ここで動脈結節やなんかから電気信号を送って、それでドキンドキンしてるんですよ。そういうのが乱れてしまう、不整脈起こったりとか。これがアーシングマットですから、このマットにアースのこれをこうして、ここでここにこう置くでしょ。これ足乗せてください。靴下ぐらいだったら大丈夫。靴下履いてても湿ってるじゃないですか、足の汗で。もうそれで通りますから。裸足の方がそれは一番いいけど、裸足じゃなくても十分通る。こうやってればいいっていうだけです。ありますから、そこに。寝るのはもっと大きいですね。寝るのはね、シーツですから布に銀の糸で電気が通るように、5番の目に、こんなに細かい5番の目に。そう、銀の糸のシーツに寝るんですよ。ロイヤルファミリーですよね、そんなと。うちの主人も銀のシーツで寝ております。あ、そうですか。よくあるんですよね。ちょっとこのアミノ酸お高いですけど買っていきますって買っていくんです。あ、そうですか。まあ体調の悪い人いるんですが、うちのワンちゃんが旦那に飲ませるのかと。旦那は飲ませない、ペットには飲ませる。旦那信じてませんもん、全然。あ、もうそういうのはもうどうでもいいです、はい、あ、これちなみにペットがいるとペットはここに来ます。わかります。アーシングシーツを置いてるとそれにペットが乗るそうなんですよ。で、乗ってしばらくして満足したらいなくなるんです。動物はよく知ってますよね。で、犬でも猫でも体調悪くなると穴掘ってそこにベタッとかやって寝るでしょ。よく知ってるんですよ。だからペットのためにはものすごくいいです。本当はペットはほら、いつも裸足でこういつもこうやってなきゃいけないのがずっと家の中でしょ。ペットはね、本当に。で、最近ね、犬の靴なんかあるんですよ。あれもうかわいそう、虐待ですよね。犬に靴履かして、そう、アスファルトが暑いから、そんな日に散歩連れて行かなきゃいいんですよ。で、馬の蹄、蹄鉄ってあるでしょ。あれもあんまり良くないんですよね。あれはね、また別の意味で、あれはもう直接ついた方がいいんですよ。アーシングの効果もあるんですけど、やはりこうベアフット、裸足というののメリットが、馬に蹄鉄をやるっていうことで非常に馬の体調に悪いんです。で、アメリカ、ニューヨークだったかな、やっぱ騎馬隊がいるじゃないですか、があれ外してるんですよね。だから馬の体調良くなった。皆さんもほら矯正ギブスを毎日履いてるじゃないですか。もう靴最悪ですから、なるべく履かないように裸足になっていただいた方がいいと思います。はい、次行きましょう。これはホームセンター。ああ、もうこれも何の線でもいいですから。アース用の線っていうのは売ってます。でもこういう緑色の、こういう緑色の一本物の線だったら何でもいいです。緑色ね、大体ついてくるでしょ、洗濯機買ったりとか。そうそうそう、あの線と同じです。似てますよね。同じです、はい。ホームセンター行って、はい、アースのコードくださいって言ったら、大体この緑色のこれくれます。はい、適当の長さで。そうです、そうです、はい。これね、あ、それともう一つ、はい、このくらいの大きな釘みたいなの売ってるんですよ、はい、アース棒、はい、で、表面に銅のメッキがしてある、はい、それこのくらいのがあります。これ500円ぐらい、はい、これを
なるべく北側、なんで北側かっていうと北側は湿ってるんですよ、地面が。で地面が湿ってるっていうのは通電性がいいんです。だから南側はいつも乾いてるでしょ。だからそこはダメです。で北側のジメジメしてるところの、地面に土に直接打ち込んでくる。はい、何かあります？何もない、マンションです。打ち込むだけ。いや、うん、打ち込むだけ でその棒の先端に、これをこう巻きつけて、それで、それで、ぐるぐるぐるっとこう外れないようにして、外れたらダメですから、本当はハンダ付けがなんかした方がいいんですけど、でこれを家の中にこう引っ張ってきて、こう先にこの割り口クリップをつけて、じゃあ電源とかは、ね、何もいらない、電源なんかないですよ。アースボーですから、はい、アースボーから引っ張るだけです、はい、そしてこれが、はい、アースボーがないときは家の中のですね、水道管みたいな、水道管って地面の中こう通ってるんですよね、はい、ああいうものだったら大体アースします。あれ家電品は使っちゃダメなんですけど、人間のアースだったら水道の蛇口とかそういうものでも大体大丈夫です。外の水道の蛇口、はい、いやいや家の中の、家の中の、うん、結構便利じゃないですか。もうあるんですよ。その場合はダメ。洗濯機を置くところの一番下のコンセントに、一番下に小さな窓があります。ここがアースをつなぐところです。それにつなげばいい。あ、そうなんですか。スプーラーをつけるところのコンセントのところにも同じ、はい、コンセントのところで言う、そうそう、プラスネジがついてる、うん、プラスかマイナスのネジです。多分あれですよね、ビリビリしたりして、そうそうそう、コンセントがあってアースのなんかこう、こんなちっちゃい窓がついた、パチンと開けて、そこにプラスのネジが、そう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 、プラスのあれで開けないとあれですけど、そこにくっつければ、あ、それだったらできそうです、はい、まあ一番簡単なのは蛇口にぐるぐるっと線を向いといて、ぐるぐるっと、ただその蛇口が本当に全部そうです、塩ビかもしれないと思うとちょっとあれですよね。うちはね、外のマンションですからフェンスがあるでしょ、あのフェンスがアースされてるんですよ。鉄のフェンスがコンクリートの壁にボルトで止まってるんです。でコンクリートに止まってるわけじゃないんですよ。コンクリートの中に鉄の柱が入ってて、それから溶接された棒が出てきて、それにボルトで止まってるんです。でその溶接された棒はですね、地面に地中に入ってるんです。段階の話ですよね。いやもう出来上がってもですよ、そうなってる。あ、いやいや、っていうのを分かってらっしゃるから、それができてるわけですね。じゃあそれどうやって調べればいいかというと、アーシングチェッカーって言って、ピッピッてやったら電気がつくってます。あ、貸します、貸しますから、今持ってきてあげますから、ちょっと待ってください。ああ、それでもいいですよ。